見つかった。彼の姿は見当たらなかったわ。こっちにもいなかったぜ。おかしいな、オイラたちもだ。一体どこに行ったんだ。みんな、あ、アルベド、大丈夫か。問題ない。やっとみんな揃ったわね。みんな、俺思ったんだけど、俺がいたからこんな雪崩が発生したのかもしれない。カラスマークの表裏で運勢を判断するのってやっぱりダメだったみたいだな。道理でみんな俺と一緒に冒険したくないわけだ。みんな本当にごめん。そんなこと言わないで。私も別に運がいい方じゃないわ。これ式のアクシデントを君のせいにするつもりはない。そうだよ。それに雪山はもともととっても危険なところだし、雪山で雪崩に遭うのだっておかしなことじゃないよ。運が悪いのは関係ないって。旅人？どうしたの？どうしたんだ？顔色が悪いぞ。あ、もしかしてお前も頭を打ったのか？ふぅ。みんな、災難に見舞われてしまったが、引き続き前に進もう。なんだか雪山が以前よりも危険に感じるわ。気のせいだといいんだけど。今は一刻も早く麓に行き、冒険者たちと合流することね。万が一また危険な目に遭っても、みんなと一緒なら対処できるわ。うん、みんな足元と頭上に気をつけながら慎重に前に進もう。